いや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 、すいません。いやもう3週間ぐらいですか、放置しちゃいましたが、やっちまったな。最近 YouTube はどんな感じなんでしょうか。いやなんかもうこう岡田死んだんじゃねえかみたいなお話というかコメントも来てはいたんですけれども、死んでねえよ。何やってたんだね。久しぶりだからちょっと全然感覚が戻ってこないんですけどね。何やってたんだと言うと、仕事してたんだと。11月ぐらいから本当にありがたい話なんですけどね、まあ、いろいろ忙しくなってしまいまして、改めて本当にですね、更新が本当滞ってしまいましてすいませんでした。まあ、誰も待ってねえよと言われればまあそれまでなんですけれども、長く僕のチャンネルを本当見てくれてる方にしてみれば、正直たまにね今まであったんですよ、2、3週間更新が滞るっていうのは。ちょっと年末なので、ちょっと今年1年ちょっと振り返ろうかなみたいな気持ちで、ちょっと今日はカメラを回させてもらっておるわけでございます。僕は去年の3月までもう普通にサラリーマンだったんですよ。それこそ普通に会社に行って帰ってきてお給料をもらっていたんですけれども、まあ、去年の3月にね、まあ、いわゆる脱サラをしてね、別に YouTube で今の好きなことで食っていくつもりもなかったんですけどね、映像屋さんとか、まあ、ビデオ屋さんかな、そういう、まあ、なりわいでね、こう、お仕事をしていこうと決めて1年ちょっと経ったんですけれども、まあ、振り返れば去年の今頃は本当に仕事もなければやることもなくて、もう YouTube ばっかりやっていて、でそれからまた1年経ってね、まあ年末を迎えて独立して1年半ぐらい経つわけなんですけど、本当にねおかげさまでいろんな人と出会うことができて、それもね半分は本当に YouTube のおかげだったりもするんですよ。まあこの YouTube がきっかけでいろんな方と出会うことができたりとか、いろんなねお仕事をまあもらったりもすることが増えてきてですね、でいろんな人と出会いがあり、いろんなお仕事をするようになりつつありまして、11月12月、今月ですよね、から正直ですね、ちょっとですね自分の時間管理がですねできてなかった。フリーランスにしてみればこうお仕事があるのは本当にありがたいお話なんですけれども、本当にですね時間の管理ができてなくて、完全に YouTube の方に手が回らなかったという、これは良くない、サラリーマンの頃から言われておりました、岡田は時間の管理ができてないと。まあ、今 YouTube やたら賑やかでね、なんか CM みたいに好きなことで生きていくっていうのはちょっとなかなか僕にはまだ難しいんですけれども、まあなんとかやっていこうと。でこれからですね、まあ忙しくてももうほんとね YouTube があって今の仕事もあると思ってるんでね、もう更新をねほんとね滞りなくというかね、ちゃんと更新していかなきゃいけないなと。なんか3週間も空いちゃうと、なんかこうカメラ越しにこう一人で喋ってんのがバカみたいということで、ということでどういうことかよくわかんないですけど、まあまた始めます。ちょっとね時間管理ができてなかった、ちょっとね、なのでまた頑張りますんでよろしくお願いします。頑張ります。うぃーす。